どうもオレンジです。今回なんですけど、 COA6 の決勝トーナメントがあるということで、これ大会予測すると金リングがもらえるということなのでね、こちら残り時間やばい4時間、試合開始まであと12時間だってやば、こちら、やってない方はね、ぜひやっていきましょう。この動画ね、気づいてまだやってない方はね、ほんと急いでやった方がいいね。はい、僕もちょっとねギリギリに動画出そうと思ってあえてやってなかったんだけど、はい、お知らせ用で、ぜひやっていきましょう。こちら COA6 ワールド決勝トーナメント、まあ基本的にね、まあ俺あんまりそんなあのプロチームとか大会とかそこまで詳しくないんですが、まあ、今回その大会予測しやすく、なってる仕様にもなっていますので、はい、この予測サポートっていうやつを押すと、こんな感じでね、解説の方たちがね予測をこうやって、書いてるので、まあなんとなくね、まあちょっと参考にしながらみたいな。あ、これもう予測コピーってやっちゃえば、もうこのままめんどくさい人はこれも予測コピーやね。うん。予測コピーっていうのをこれパチ押すとそのままできるっぽいですね。まあじゃあ僕は一応選んでいこうかな。試しにちょっとやってみるか、これ予測コピー。あ、これで？うん。あ、これで一応予測コピーみたいななってるんかな。はい。おー、すごいすごいすごい。なるほどなるほど。あ、これで選べるんか。A ブロック。ああ、そうなんだ。どうなんすかね。A ブロック、GG、GG。あ、みんな GG になってる。1位が GG っぽいですね。まあ、大体の予測なんで、はい。1位、ちょっと見ていくか。GG と FL、AXZ、AXZ、FL。ああ、そうなんよ、そうなんよ。ドー5、ウルブス。ドー5、ウルブスってよく聞きますよね。中華の、あの最強戦隊みたいな、ね。優勝とかしてるチームかな。ゼータ戦隊が日本でしたっけ。うん。すごいすごい。どうしようかな。そうですね。まあ、ウルブス、ちょっと、ドー5、なんか、ハリン上手い人がいてすごい好きなんで、ちょっとドー5入れちゃおうかな。じゃあ、とりあえず GG でしょ。まあ、ここら辺も、もうバーでいいと思うな。うん。バーバーバーって。ちょっとまあ、適当にね。ほんとマジわかんないんで。うん。まあ、ここら辺も、なんかさっきあったやつ、そのまま。ピーと、FL。あ、これもうそのまま、じゃ、なってんのか。ドー5。うん。これにしようかな。で、これで。ゼータ、ウルブス、リアル。あー。どうなんですかね。ちょっとこれでやってみようかな。うん。で、イベントショップ。あ、こちらですね。あ、バッツマンの携帯品。まあ、最近出たやつだと、これがね、一番新しくゲットしたいやつだな、俺にとって。これ、バッツマンミニチュアプラネット、マジで豪華だったんで、いやー、これ4万金リングえぐいよね。うん、この3つ全部欲しいんだけどね。まあ、これ1回で全掛けとかすれば、多分ゲットしやすくなると思うんですけど、もう本当ちょっと博打になっちゃうんでね。これは悩ましいですよ。うん。戦隊召喚。あ、これやってなんかいろいろ見れるんだ。キャラクターとかの。すご。めちゃめちゃすごいね。で、トーナメント4月20日からまたさらに始まるのかな。うん。とりあえず勝ち残りがあるっぽいので、まあこれ絶対にね、予測しておきましょう。で、こちらですよね。このページから金リングがね、いつもゲットできるという仕様になっておりますね。で、これ、購読すると、この金リングがね、大量にゲットできますね。で、この購読っていうのは、まあ一応そのメリットとしてはこの金リングで、まあデメリットっていうか、ちょっとめんどくさいのが、まあその通知がね、毎回来るっていう、まあ興味ない人にとってはちょっと通知がバーっといっぱい来ちゃうんで、まあそこは、まあ通知外すなり、まあ見る方はね、視聴してさらに金リングもゲットできるので、はい。やってみてください。これ毎日ログインも多分これから更新されるかな。うん、観戦時間、観戦日数。あ、このね、観戦日数ね、全部ね、まあ、カンストしたいですね。で、これ観戦のやり方なんだけど、この生放送っていうね、このページから見ると、生放送のなんかその観戦時間みたいなのが、蓄積していくので、そう、このね、イベント、このページからね、YouTube から見ると全く換算されないので、そこだけ注意してください。はい、これは大会イベント。スケジュール内の試合すべて購読しましょう。お、購読でもらえるやつや。なるほどね。よっしゃ、購読しとこうかな、これ。よし、購読。いやー、これほんとね、購読しないとね、後々マジ後悔するからね。もう試合始まっちゃうとダメみたいなんで。
もうここでもうポチッと押すだけで大丈夫です本当に。いや今回すごいな、めっちゃ高度あるね、大量にもらえるわ、ケンリンゴ。 OK、 いいね、よーし、大会購読を受け取れるね、いいね、ナイス。いやこれでかい、これいいよ、はいはいはい、受け取る受け取る、いやでかい、美味しすぎる、これマジでやっとこうね、ほんと明日からだんだんできなくなっちゃうのかな、この金リンゴ、ほんと忘れやすいからねマジで。はい、でこちらもね、さっき言った通り、まあクリアしていけば、まあなるべくクリアできるかな、こちらのね、まあ天ぷらとかね、チョコレートとか、買えますので。いやー今24000か、ちょっと今回のあれだね、当たればゲットできそうだな。はい、こちらあんちゃんの、携帯品ですね、まずは見ていきますか。これね使ってる人ね、ほんとたまに見るね、うん、特に一番最初で、あの SSR の4万金リンゴの携帯品なんで、もうねこれほんと持ってた人すげえみたいななってたな、これ。まあ今はね、あのいとこ返しとおばつまもねあるから、ちょっとどれゲットするか悩むけども、あんちゃん使ってる人はねこれちょっとゲットしてもいいかもね、うん、4万金リンゴはでかいよ、もうこれゲットしちゃったらもう当分また4万金リンゴを集めないとかな、相当時間かかるよな。おお赤い、それだったら紫の方が赤くなる仕様ですね、見やすそうだよねこれ赤いから。はいはいはい、ちょっと赤黒い感じだよね、うん、おーすごい、いやー4万かー、おー割とすごいね、マジで赤黒いね。はい、お次が、これ投稿開始のあの生命体育オーディオってやつか、これめっちゃ豪華なんだよね。いやバッツも欲しいけどね、ちょこっちも欲しいんだよな、特に一等公開し、マジで最近評価は爆上がりなんで、本当マジ勝ちやすいというかね、ケバブとかもしやすいし、させやすいし、お、なんかちょっとここ重いんだよな、あった、おお、いいねこれ、これやばい、めっちゃ豪華。あーみちこもなんだって、いやーも強いよなこのキャラ、ナイス。ここまでご視聴ありがとうございました。今回はね COA 金リンゴ、残りねもう予測時間がもう少しということなんで、まああの購読とかもね、あのしっかり押さないと本当後々ちょっと後悔しちゃうので、ぜひね、忘れずにやってみてください。いや俺はやっぱねちょっとあんま博打しないで結構何年も貯めてやっと2万4000まで来てるから、もしかしたら今回ねちょっと予測が全ほとんど当たったりすればこれゲットできそうやな。まあ、バッツマンめっちゃ使ってる、一番使ってるサバイバーかな多分なんで、これマジゲットして、ゲットしたい。うわーいいよこれ、ぶち込みてえなこの宇宙シリーズで、いいねー、おーすごい、もうゲットした人もいるみたいですね、もうすでに。ぜひまた動画にしていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れにち。